前回はすみませんでした。不安を与える言動でしたね。ちょっとびっくりした。本当にごめんなさい。いえいえで大丈夫です。また真顔。はい、こんにちは、ともです。とそれではデトロイトビカムヒューマン続きやっていきたいと思います。前回はコナーがとサイモが隠れているのを見つけて、記憶をちょっと記録かを読み取られちゃいましたけれども、果たしてこの後どうなっていくのでしょうか。それでは続きをやっていきたいと思います。雪きれい、ローズなんとかって書いてある。これはあれかな、カーラかな。うん、だね。またのなるけずらとこだっけがみたいなことにならなきゃいいけど、助けを求める、庭を調べる。あ、なんか人いる。すみません、こちらにローズさんはいらっしゃいますか。何の用だ。話がしたいんです。それは無理だ、帰ってくれ。ええ、お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。おお、どんなご用かしら。アメリカにいそうなおばちゃん。助けてくれると聞いて。助ける、来なさい、中で話しましょう。この人は人間なのかな。信用して平気か。一応する。するしかない。具合は？寒いよ、クーラ。お家の中で温まろうね。アリス、おいで。話せないね。はい、入って。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。あ、本ある、本。あれと今は読めないのかな。先にあれかな、アリスを。そうだね、先についていく。アリスを寝かせないと。どう逃す。
私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。うん、安心させる。ゆっくり休んで。うん。元気になったら明日出発よ。うん。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。恐怖、誤解、複雑な事情。人間はとても複雑なの。たまに理解できないことをするのよ。お話しするだけじゃダメなの？きっと分かってもらえるよ。まあそうねって。きっとそのうち分かってもらえる。何が好きか分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。ありがとう。これは洗濯しておくわね。おやすみのキス。ゆっくり寝るのよ。ちょっと下に行ってくるわね。はい、アーサーもね。ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。カーテンを閉める。はい、うん、しばらくそばにいるよ。ぐらいかな。じゃあローズのところに行きますか。もうローズと話すだね。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ローズさんね。ほら座って。カーラ座る。ちょっと信用できそうだけどね。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？真実。父親が虐待を、殴られてる姿を見て突然目が覚めたんです。自分を犠牲にしてもあの子を救わなきゃって。あの子を守るために逃げ出したんです。そうだったの。なぜ助けた変態の数。ああ、ローズですね。まあとりあえず感謝しよう。ありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。ヘアスケーター変異体がローズについて。なぜか。ローズについて。ここにはお二人だけで。2年前に主人が亡くなってね。あ、ごめんなさい。アダムと二人でやりくりしているの。取れた野菜を市場で売ったりしてね。裕福ではないけれど食べ物には困らないわ。ああ、よかったです。なぜ。普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか。私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。そうね。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。あー、選択肢はないかな。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと。何があろうと。お願い。
けてください。ローズ、来てちょうだい。誰？誰？何？一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。メアリー？一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて、愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？そっとしておきましょう。あ、アリス。アリス？どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。なんか あ、ちょっと落ち着いた。赤から黄色になったよ。おいで、アリス。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか？いえ、平気よ。え、どうしたの？俺は反対だ。今日あんな事件があったばかりだっていうのに、危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所だ。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの？あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。すいません。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。あ、ここで本が読める。なんだ、第三次世界大戦。うわー、なんか嫌な。北極の巡る争いか。絶好のチャンス。A が今だったら800ドル、今9万円ぐらい、9万弱。
話。さっき何があったか見ていたんでしょ。見てたけど、でも話したくないの？追求しない。ローズ、どうしたのかしら。カーナ、話しておきたいことがある。何？アリスのことだ。後にして。何？アリスのこと。何？何何？もうダメか。アダムと話す。告白する説明安心させる。告白する。ただの機会だと思ってるんでしょ。でもアリスに出会ってから感情が芽生えたの。大切に思ったり心配したり。あの子を幸せにしたいの。うまく説明できないけれど、でもあの子が私を変えたのよ。うん。何？警察だ。警察が来た。どうしたらいい？全部バレちまうぞ。ドアは開けないと。ちょっと待って。ないないない、ちょっと待って。いつかこうなると思ってた。あ、なんだ。言っただろ。急いでルーサー、アリスを連れて。洗濯場。ランドリーに。行こう、アリス。あと自分も洗濯場に行けばいいのかな。あなたがうろたえたらバレるわ。面倒はごめんでしょ。お母さんが捕まってもいいの？なら落ち着いて言う通りにして。え？こんばんは。お邪魔してすみません。いえいえ。アンドロイドの目撃情報がありましてね。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか？入っても？ええ、もちろん。こんばんは。こんばんは。コーヒー入れましょうか。ぜひ。何か変わったことはありませんでしたか？突然の訪問者とか。いえ、特にありません。お二人の他に誰か。娘。私の娘が今2階で寝ています。お宅にアンドロイドはいますか？お宅にアンドロイド。アンドロイドはいません。
え、あと何すればいいの？あと何すればいいの？どう？時間切れにさっきになっちゃったけど大丈夫かな？あ、規約レベル 10%え、なにこれは、どうすればいいの？下手に動けばあれだよね。テレビ。君の名前は？あ、アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。アンドロイドが彼、変異体の事件のことで不安になっているみたいで。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？いえ、いえ、見たことはありません。大丈夫かな？気を取ってるけど。そろそろ行きます。コーヒーどう？大丈夫？おやすみなさい。おやすみなさい。なんだ？誰かいるんですか？え、洗濯機だよね。洗濯機の音。ああ、あれは洗濯機ですよ。古い機種だからうるさくって。それじゃあお邪魔しました。失礼します。おやすみなさい。おやすみなさい。大丈夫？帰ったな。大丈夫よ、アリス。もう平気だから。ローズだ。出発する準備を。今夜出ましょう。警官は出しちゃった。ああ、3つぐらいあるかな。見つかった場合と、なんだろうな。こっちにもあるな。変異体の証拠を見つけてください。ああ、これ多分隠せなかった場合かな。これはなんだろう。警官の相手をする。コーヒーを入れる。その他にもあるのかな。はい、とりあえずなんとか無事に怪しまれずに帰っていきました。次がこう、なんだろう、国境越えのシーンになるのかな。無事に国境越えしたしてほしいんですけど、ただ、なんだっけ、あの男の人なんだっけ、アーサーじゃなくてルーサーか。は、なんかアリスのことについて話そうとしたけど、何なんだろうな。はい、ここまでどうも。ご視聴ありがとうございました。それでは続きたいと思います。どうも、ご視聴、もう一回言っちゃった。ご視聴ありがとうございました。それでは、また。